Hi everybody, how are you doing? I'd like to show you how to build an English brain by yourself. To do shadowing, let's get started. はい、皆さんこんにちは。ね、英語脳の作り方を説明しています。もう本当にいつも言いますけども、聞く練習ですね。それから、よくできてくれば、時間問わずなんですよね。例えば読むって言ったらそこを凝視してなきゃいけないんで、立ってたり、電車の中で立ってたりもできますけど、歩いちゃできないですよね。でも英語を聞くことは歩いてできますんで、なるだけその一日の時間費やすのは歩いたりなんか違うやってるってことを、集中しなくちゃいけないんですけども、それができる時にやってください。で、いつも言いますけども、聞き取れるようになるには自分が同じ音を出せなきゃいけないんです。特に英語の子音の音ですね。英語の子音の音がちゃんと出せるようになってくれば、聞き取れますから。あとは英語のスピードです。で、これ結構皆さんよくあるんですけど、TOEIC を取ってらっしゃる方とか、点数高得点の方もそうなんですけども、それ結局取っても、普通のネイティブスピーカーのスピードとか、テレビアニメとか英語って聞こえないっていう方が結構いるんですよね。で、なんでって言ったら、もう全然スピード違うんですよ。速いです。普通のネイティブスピーカーの方が。ですので、やっぱりスピードに慣れなきゃいけないんで、とにかく速いスピードで耳が慣れるまで頑張ってください。耳が慣れるっていうか、脳が慣れるんですね。で、言ってることが分かり始めたら、今度はそれを日本語に変えないといけないじゃないですか。日本人だって日本の意味でしか取れないんで。で、それが結局は一番大変です。ね。ここにも書きましたけど、今日のね、じゃあこれ大変だよねっていうのは、現実をちゃんと見ようよって、例えば日本語があったとしますけど、これ英語でなんて言うかって言ったら、Let's face it。これめっちゃ簡単なんですよね。Let's face it。ね。で、face っていうのは面と向かってっていう意味なんですね。だから面と向かって向き合おうよってんで、Let's face it。っていうふうになります。ね。これを、まだ短いですけど、長い文章を聞き取らなきゃいけないのは、やっぱりおすすめはシャドーイングですね。聞いて話すことをすることによって、脳の中に英語がたくさん蓄積されます。で、どんな教材がいいのって言ったら、日本語と英語が両方ともくっついてるやつなんですけども、ただ、アニメでそのシチュエーションが分かった方がいいんですよね。こういう時はこういうのを使ってるんだなっていうのがあると、何回も何回もそれ聞いてくるって喋ると、自然と頭の中にそれが残ってきて、実際の会話の時に使えるんですよ、ね、100個聞いたら1個とか、そのレベルでしか蓄積されないんですけど、例えば1000個聞いて、10個なのかってそうじゃないですよね。たくさん脳の中に英語の量が入ってくると、もうちょっと吸収力も高くなりますんで、とにかくひたすらやってください。じゃあ、今日もサウスパークシャドーリングしてみますね。こんな感じです。You better watch your language and progression and roll. Okay, you don't want to get into the spoken example, do you? Did you just have to set the tone? Did you really want to go on occupation? Okay, let's back up. Did you just have to focus to mind adjust the intent of the focus to work or you would adjust the cable of the center of the party to be with you on? Are you purposely trying to do what you want to get married to people? No, I said the trick to figure out the better. You should have to get married to the human race of the world. Oh God, you did this with alien, this is coming to the people. What are you doing with the phone? But you said this is a little basic. I have to see you, but you say please, oh please.はい、僕も、全部聞き取ってるんですけども、口が回らないのもあります。ですので、ものすごい早く言ってたりとかするときは、正直な話はこう、AI もくっついていってないで、字幕も出ないくなっちゃうんですよね。それぐらい早いときはもう仕方ないです。でも、何回も何回も聞いてくると、ちゃんと分かってきますから、ただ、全部話せなくてもいいですから、スピードには、シャドーイングするときはついていってください。それがいちいち全部の単語を自分の、ローマ字読みで読んでる音読みたいなことしたら絶対うまくならないですからね。だんだんとその音も聞いてきて、自分の発してる音と違うんだったら自分の声をどん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 変えてきますから、それはやってみてくださいね。手順を間違えなければどなたでもできますんで、ね、英語が喋りたいとか字幕スーパーでなしで、映画を楽しみたい方、挑戦してみてください。おすすめです、シャドーイング。それでは。